はい、どうもシュです。今日はウルフの使い方の動画について初心者向けにはなるんですけど撮っていきたいと思います。ウルフ今環境キャラって言っていいぐらい強いんですけど、効率のいい出し方というか、悪い出し方を出しちゃって、せっかくウルフ強いのに活躍させられてませんっていう声があったので、今回はウルフを使って敵を効率よく倒していこうというか、そんな感じの動画を撮っていきたいと思います。基本的にそんなにパターンはないので、ウルフの出し方についてこれを見てちょっと参考にしつつ、ソロなりマルチなりで活躍させてみてください。今回あげるのだと、よくあるあるなパターン3つぐらい動画にしていきます。他にも細かいところを言ってしまえば多分いくらでもパターンなんてあるんだろうけど、今回は相当な割合で来る3つをやります。で、一番最初に紹介するのが、相手が4コスを流してきました。4コスじゃなくても何でもいいんだけど、そこそこ強い中型を流してきました。一番最初に見せるのはアビゾンビね、流してきました。どうやって止めましょうっていう内容です。どうやってやるかって言いますと、こうやってゾンビが流れてきました。横からキャラを出すと射程に入っちゃいます、ゾンビの。で、前の方に先に出しすぎるとウルフが届かなくなっちゃうんで、後ろ、微妙に斜め後ろ、この位置で、ここはアンチですね。ゾンビで大丈夫っていうことは他のキャラでも大丈夫っていうことです。で、次にどうしようかな。トロールですね。じゃあこれがトロールが流れてきました。これもようあるパターンですよね。全然来ないじゃんトロール。隅ぐらい流れてきたと思ってください。これが悪いパターンですよ今回流すので。これで、うわ白ダメ入っちゃう、やばい、ウルフ後ろ索敵ないから早く出さなきゃって、こういう位置に出しちゃうとぶん殴られるんで、でもしくは早すぎる位置、このトロールが仮に流れてきてたとして、こういう位置に出しちゃう、これも良くないので、ちゃんとトロールが止まってることを確認してからこういう位置に出すようにしましょう。で、こうすればね、もうちゃんと反応して倒せるので。今の1回目のおさらいすると、キャラはウルフは後ろに索敵が狭いので、攻撃するギリギリのタイミング、城なり砦なりね、そのタイミングで攻撃を開始する、攻撃を開始するというかウルフを出して攻める、これをまず意識してやると、効率よく敵を倒せる。前の方に出しちゃうと結局ぶん殴られて、せっかくのウルフがもったいなくなっちゃうんで、今の出し方で出しましょう。で、あと1体で出さない、ウルフは2体必ず砦で流れてきたキャラも出すようにして、倒しましょう。はい、じゃあ次の試合に移ります。はい、次2試合目になります。今から見せるのは、相手大型戦、大型がぶつかってきました。ぶつかり、大型戦になりました。ウルフはどこに出せばいいですかっていう感じの内容です。で、基本的にはウルフは火力がすごいあるけど、耐久は
カスだと思ってください。あのウルフの大気はないものだと思ってください。なんで真正面には絶対に入れない。大型に重ねて出すとか絶対ダメです。多分やってる人そこそこいるかもしれないけど、それはやめましょう。やるのでまあこうやって天狗が来ました。どうしましょう。ちょっと待って、強い。こうやって上下に挟む。今ちょっとやられちゃってるけど、まあこんな感じ、置き方としては。挟む。OK。まあ、ミノは、ちょっとそのまま。もうミノが来ました。大型。ああ、やばい。ぶつかっちゃう。この位置。挟む。大型にぶつけて挟む。まあ、これが、今引き込んでるから、まあ、もっと楽な倒し方はあるんだけど、基本的にはこういうやり方。トライアングル組んでやる。まあ、なんか来ました。トライアングル ならずに死んだけど基本的にそういう感じ。飛ぶかな。飛んでくれ。よし。あ、もういねえじゃん。こういう位置ね。おすすめしてんのはあのさっき置いたみたいに、さっき置いたっけ、今おゴブリンで位置再現するけど、カニを置いてこういう位置に置く。ゴブリンを、ゴブリンじゃねえ、ウルフ。もう一回置くけど、こういう位置に、今のチビブラが敵の位置だと思ってゴブリンはそれを挟むように置く。相手の大型を挟む。で、迎撃一本を置く。まあ、大型でもいいけど、大型に大型がぶつかってます。これが今、チビブラとカニの図ね。で、それを挟むように、サンドイッチで倒す。これが、大型戦での出し方、ウルフの。ワンサイドに固める出し方。あれはあんまり良くないです。3対4対1箇所にダダダダって、例えば大型がいました、その下に一気に3体ぐらい固めます。これ良くないですね。両サイドに分けましょう。両サイドというか上下、大型のその出し方の方が後々メリットがでかいです。で、まあいや細かいこと言えないよあんまり。でなので基本的に、上下大型を挟むように出しましょう。それができるようになったらちょっと次のステップがあるんだけど、それはまあこの動画ではちょっとやりすぎるとわけわかんなくなるんでやめときます。まずは大型を挟む、これを意識してできるようになりましょう。じゃあ最後の試合、中型戦、いっぱい相手のキャラが出てきました、まあ、ウルフを使ってさばきたいです。どうしましょうっていう動画に、あ、試合に移ります。はい、じゃあ3試合目いきます。中型、戦で、まあ、相手のキャラがいっぱい来ました。どうしたら勝てるでしょうかっていう感じです。今回はね、キャラ数多いのでやっていこうかな。コラボ猫なんで、まあ7体、まあ、別にコラボ猫が弱い、まあ弱いんだけど
結局ウルフで数を倒したいので、まあまあいいでしょう。コラボ猫が弱いからといってね、まあ問題はないでしょう。でまあ言ってしまえば、あの大型戦の応用なんですよね。2試合目で言ったようにトライアングルを作るって何度か言ったんだけど、まあ、まさにそれでしかなくて、まあ、例えばこうやって3体来たら、まあ、ここを置いてこういう感じ、相手を挟むように置く、結局はこれの繰り返し。キャラがまあこうやって流れてきたら、まあ、真正面に行っちゃうのはまあ本来は良くないんだけど、挟む。例えばだけど、まあ、ここにちょっとあれだな、死んでくんねえかな僕。流れてきました、挟みます。まあ、結局はこういう何かに、のこのトライアングル関係を常に意識して、それをどんどん広げて作っていくっていう感じ。それぐらいかな基本的には。でこうやってまあとにかくあとはのウルフの距離をちゃんと理解していくこと。離して距離離してね、遠吠え結局使えませんじゃ意味ないんで、まあ、絶対に1体では出さない。であとは前後に俺は出すのはあんまりおすすめしてなくて、結局ウルフが攻撃した数だけスキルの発動が上がっていくっていう感覚でいてほしいの。前後に出すっていうことは、前後に例えば前に1体ウルフを出しました、まあカニの位置だと思って前に1体ウルフを出しました、後ろに1体ウルフを出しました、こうやってキャラが2体いたとして、ウルフが、まあ、頑張って1体に対してスキルを入れたとします。で後ろの1体はその1体のスキルが発動した時にスキルを発動してガシャンってやりに行きます。だったらダメージは受ける量多くなっても両サイドに出してスキルの発動率を実質2倍にしましょうっていう感覚。真正面から当てるのは良くないよ、良くないんだけど縦置きじゃなくて横置き。これはあれだな、細かいこと言い始めるとあれなんだけど、横に置く。とにかく理想の形としては縦移動の、まあ、カニ、窓置き兵、スライム、そういう迎撃を真正面に置いてちょっと引きつけたところでウルフで挟む、まあ、最前線よりちょっと後ろに置くぐらいがねウルフは理想の置き方なんだけど、なんで、まあ、トライアングルを作ってウルフをちょっとだけ斜め前に出すぐらいから挟み込んで攻撃をする。とにかくこれを意識してやっていくとかなり多くの中型を倒せるようになるんで、トライアングル意識して作っていくと結果的にラインのことも、最前線からちょっとラインを落としてってなるとウルフが結構近くに寄ることになるから、そうすると遠吠えが、まあ、3つなり4つなり発動してってどんどん中型を倒せるようになっていくんで、そこを意識してまずはやっていきましょう。ポイントとしては3つね、言ったように一番最初流してゾンビが、ゾンビ中型が流れてきた時は相手が止まりそうだなって思うタイミング、その時にちょっとだけ相手の斜め後ろに2体配置して倒しに行く。2体なり、まあ、3体でもいいんだけどね、白ダメによっては真後ろ、ギリ真後ろぐらいでも反応するから、で3体で倒していく。大型戦の時は大きなトライアングルを作って上下にキャラを置いて攻撃を仕掛ける。基本的には
上か下か片方に固めてキャラを出すことはしない。でその理由についてはキャラが、ウルフって結局広範囲に散らばせたいのね、キャラクターを。そうすることで、かなりの広範囲をカバーできるようになるから、できるだけ一箇所には固めないようにする。で最後に、中型戦3つ目の試合については、できるだけまあ大型戦の時の出し方の応用でトライアングルをいっぱい作る。理想としては縦移動の中型を敵の真正面に置いて、あの相手のちょっと前、ちょっと前、相手にとってはちょっと後ろぐらいのラインにキャラを配置してあげる。で2体以上出してあげる。で本当の最前線には置かないで、ちょっとだけ下げるぐらい相手を頑張って引っ張る、引き込む、まあ、無理だったらしょうがないんだけどねっていう出し方です。まあ細かいところで言うともっとねすごいいっぱいあるんだけど、まずは今言った3つ、おさらいしたので、それを試してみて、そこから、まあ、ウルフの使い方をどんどん広げてってください。使い方はねまだいくらでもあるので、今この環境をウルフが取ってるうちにうまいこと使いこなして、強ピーを上げてってください。じゃあ今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。あ、そうだ、あとなんか俺の取ってるキャラが少ないからあれなんだけど、まあ、まだ使い方が分かりませんっていうのに対してはちょっとレベルが育ってないから言うのもあれなんだけど、教えられることもあると思うんで、もし何か使い方わからんわこのキャラっていうのがあればコメントなりなんなり残してくれれば極力拾っていけたらと思います。じゃあ今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。